皆様ごきげんよう。今日はですね、流川優香ちゃんにお願いして、佐々木くんをマジ別人ぐらいのクオリティで助走をしてもらおうかな。助走めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい願望は、ね、楽しみですね。そう、なんか可愛くなってみたいなみたいな。あ、なるほどね。でも顔可愛いもんな。そう、顔可愛いやん、うん、あれなんかさ、古川優香ちゃんと幼馴染でしょ。はい。で、なんか佐々木くんがこれはサブチャンで言ってたんですよ。なんか20キロぐらい軽いでモテすぎて声かけられすぎてわざと太ったみたいな。え、そんなにかっこよかったんですか。変わらない、今と全然変わらない。今と一緒。全然そのまま、はい、うん、そのままです。あ、でも太いからな。そう、いかつい、いかつい女になりそうだよ。これ変えれますか。頑張ります。服装とかどうすんの。一応持ってきたんですけど、自分の。全部持ってきてくれて。自分の大きいの持ってきました。絶対着れないと思います。頑張って着るわ。いけるかなと思って持ってきたけど、うん、久々に会ったらちょっと入るか怖いかもしれない。入るか怖い、うん、それ破れてもいいですか。全然大丈夫です。大丈夫で、まあその後に朝倉会に凸してもらおうかなと思ってますよ。うまそう。最近ね、迷惑 YouTuber で流行ってるじゃないですか。携帯持ってね、うん、それで会の元に行ってもらおうかなと。自撮りですか、こうやって。そうそうそう。今日この後多分会勤務してるんで、はい、ジムで、そこに行ってもらって、まあ、誘いまくってもらおうかな。いや、もう逃げられるから。逆に、あ、いいなと思われるかもしれないですよね。そうね、はい、そしたらどうするの。あっち乗り気になってきたらどうするの。あ、乗り気になってきたらもうそのまま行っちゃうかもしれない。いやでもまあ本当メイクとか達人ですよね。もうしょっちゅうメイク動画やっぱ上げてるな。音がいいからなってるだけだって。でも佐々木結構自分めちゃめちゃ可愛くなるっていう、うん、結構自信あります。自信あると自信。自信だけはですよ、ね、自信ある。あとは何でも自信。ほんまに自信ある、めっちゃ。しかも古川にやってもらったらいける気する。頑張る、ほんまにさすがに頑張る、うんうん、じゃでもね、やっぱり手前に可愛い女の子いるじゃん。遠近法もあるかもしれないけど、なんかめちゃめちゃ顔でかく見えますから。いや、完遂なんだよ。これはしゃあない。可愛くするは無理でしょみたいな。それよく分かりましたね。僕ずっとカメラ越しで見てんで。そっちからデカめ見ます。すごい分かりますよ。最悪。やばいよね。普通さ、遠近法で言うとなんかすごいちっちゃく見えるはずじゃん。そっちからの。うん、めちゃめちゃいかつい。そんなに可愛くいけんのかなみたいな。そんなでかい。じゃあどのぐらいかかるんですかメイクは。でも1時間あれば。1時間あれば。1時間を。うん。まあ、ちょっと家庭も見ていきたいですね。そうですね。まあ、ここはなんか幼馴染なんで、はい、その昔の話でも聞きながら。ああ、いいですね。結構メイクをしてもらうと、やってみましょう。お願いします。はい、お願いします。お願いします。ということで、実際に化粧。いや、楽しみ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カラコンも買ってきたから。カラコン俺、つけたことないです。いけるか。そう、結構、キュルって、なんかチュルみたいな、女の子みたいな、チュルみたいな、ワンちゃんの目みたいになる感じのやつ。つけ方も分からん。そう、つけたことないと痛いんじゃない。確かに。つけたことあります。カラコン。カラコンはつけたことないけど、コンタクトはつけたことない。別に一緒だもんね。うん、一緒です、ね、コンタクトは怖いよ、多分。痛いかも。つけたことない。これってワンデー。ワンデーです。ああ、じゃあソフトとかね。痛い。いや、痛くないと思う。あ、痛くない。ソフトは普通になんか1ヶ月とかのやつは硬いから、ハードは。じゃあ、一緒に真似して、うんうん、もう入れてあげた方がいいんじゃない。え、人の入れれます。俺が入れてあげようか。あ、じゃあ、怖いって言うよね。確かに自分でやる方が怖いと思う。うまくいかないと思う、なかなか。じゃあ、入れてもらっていいですか。じゃあ、お願いします。マジ、ちゃった。怖いやつ。最初カラコンなんですね。そう、カラコンです。俺ね、片手でも入れてましたよ、最後の辺は。あ、慣れてくると。そうそうそう、もう鏡とか見ずに片手で取ったりつけたり。じゃあ、佐々木くんの眼球破壊してくれ。これね、向きあるんで。で、これはね、一旦こういう風にこっち側の取っとくんですよ、水分を、はい、合ってる絶対合ってない。人それぞれやり方があるんで。いや、ここに水分ついてると指側にくっついちゃうんですよ。あ、そういうことか、うん、そう、このやつを一滴ね、チョンって入れとくと目に貼り付きやすいんで、はい、で、目を上げてください、はい、上こうやって切らないで、自分で。あほ、はい、じゃ両手で。え、あほ。もっと上向いて。こう全然違う違う違う、こうビビって全然目開いとらんのだけど。もっと開いて、開いて、全然開いて、え、開いて、開いて、開いて、なんか指はめっちゃ開いたんだけど、目がすごい閉じてて、ビビって閉じてる、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 痛くないよ。閉じてる、全然入ってないよ。俺的にめっちゃ目開けてるんですけど、めっちゃビビって閉じてる。拒否反応が。全然開いてない。コンタクトに対して全然開いてない。左目の方がでかい。そう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 。ダメージ。
あ、うざくないんだってマジで。もっとさ、こうやってこの辺からこうやって上げて、上が上がってない、上が上全然違うとこ持ってる。もっともっともっと全然ちっちゃいんだって。え、目充血し始めて引っ張りすぎてどうしたいって。だからちゃんと目上げてください。ちゃんとやってよ、これ2時間かかるぞ。ちょっと待って、マジでなんか高速ジャンプみたいな攻撃来とるんですけど、ほんまになんでやろ、おかしいな。ちゃうびっとるやん。なんで俺めっちゃパチ食いするやん。やめてもらっていい？はい。開いてない、開いてないってこっちの方がでかいの。ほらほらほら、じゃあ俺がガッてやってみる。あ、そうだね。もう開いて開いて、コンタクト見るよりちょっと上見た方がいいかも。あ、ちょっと上見る。ちょっと上、ちょっと無理やり行けよ。ちょっと待ってよ、一回一発でもうパッて入れるから。上向く、待ってよ、上向く。全然あの、いやいやいや、惜しかった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 、だけど惜しかったけど、パパパパパって攻撃が来る。じゃビビりすぎや、ビビりすぎか。なんでそんなビビってる。いや、ほんまになんかこんな薄いものじゃ目になんか入れるの初なんですよ。パチパチパチやめてもらっていい話で、意識、無意識っすね。もう目つぶってまつげが邪魔なんだよ、マジで。あ、そうそう、それで上すぎ、そこそこそこ、ほら、攻撃してくる。まつげ攻撃やめてまして。必殺技分かった。まつげごと。そうだね。ちょっと痛いかもしれない。大丈夫、大丈夫。じゃあ、今日。この辺で。はい。そこだけ見てて。これやめてくれんなら、マジで。もうちょい我慢。もうちょい我慢。はい。もっと上向いて。はい。あ、パチ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 。これダメだ、これ。無理や。無理だよ、これ。無理や。パチパチ攻撃やばいもん。難しいですね、これ目に入れるのって。俺も最初できなかったもん。そう考えると、女性の人ってみんなやってるからすごいよね。めっちゃすごい、ほんまにすごい。めっちゃ顔変わりますからね。今つけてるの？今からコンしてるし、全部結構ちゃんとメイクしてます。へぇ、おぉ、マジで緊張するな。もうすごい、やるやりまくってやるまくって。佐々木のお姉ちゃんみたいになるかもしれない。お姉ちゃん、佐々木くんのお姉ちゃんもね、似てるますもんね。ちょっと変わりましたもん。いや、今日焼けのおっさんみたいな。何笑ってんねん。あれ、佐々木くんちょっと色黒だからさ、白くなるとなんか美白になるかもな。確かに色変わるな。変わってます、気持ち白い。もう一回塗るか。あ、二度塗りですか。二度塗り、こっちはもうまだあれなんで。二度塗りするとさらにまた良くなる。うん、なんだ、佐々木くん、山崎賢人って自分で言ってたじゃん。はい。そんな変わらんかったんだね。いや、でもその時は合ってなかったよな。小学校とかの時は山崎賢人だったんでしょ、もちろん。いや、違います。どういうこと？小学校の時は全然別にそんなことはなかったと思う。いつからいきなり山崎賢人に変わったの？二十歳ぐらい。二十歳ぐらい急に。え、でも成人式終わったわけ。成人式はあったな、一回。でも何も変わってない。あ、俺その時確か痩せてなかったの。絶対譲らんやん。いや、絶対山崎健太ってこと。いや、本当にあの、あるん。そんなに声かけられまくったんでしょ。ま、うん、モテすぎて増やそうって思ったってやばいでしょ。すごいよね。そう、もうそんな伝説ありますか。勘弁してってなったっすね。いや、ガチガチ、ほんまにほんまなんやって、これ。確かに佐々木くんがさ、はい、黙ってればモテそうだよね。うん、笑い方でも台無しになるよ。喋ったらバカっぽいみたいな。なんで口開いてんの。よし、次、いろいろ隠す、いろいろ隠す、ヒゲとか、隠して感じで。え、でもさ、くれるんや、それで。佐々木くん本当に痩せたら山崎健人だったら、一回ダイエット企画でさ、一回20キロぐらい痩せてもらえば。どうやって痩せるんですか、それ。それ自分、格闘家だから知ってるでしょ。いつまでに痩せるみたいな。宣言ですか。3ヶ月にしようか。3ヶ月ダイエットだから、減量じゃなくて。水抜きなしね。そう。え、20キロ今何キロ87。え、すごい。クソデブやっとるじゃないか。87? 87っす。だから、なんでそんな太ったの？分からんすよ。この人ね、モテすぎて太ったって言い訳してますけど、勝手に太っちゃっただけ。絶対。3、4年ぐらいの話ですよ。だから、じゃあ、3ヶ月で。3ヶ月で67まで。いけるでしょ？だって俺1ヶ月で15キロで落とすんだから。そう。頑張ろうと思ったら言いますね。いけるね。本当にそんなにモテモテだったんだったらさ、佐々木くんがね、超イケメンになったら、結構いろいろ表現できるから。いや、でも笑えなくなるんですよ、俺。いいでしょ。いいでしょ。いいですか、それ。
そっちの言い訳がすごいんだよ。なんかさ、YouTube のためとかモテすぎたとか言ってるけど、ただ太っただけでしょみたいな。いや、そんなことはないですよ、本当に。よし、じゃあ一回見せてもらおう。やってみますか、じゃあ。うわー、やっぱ言っちゃったらこれもやらんとあかんもんね。3ヶ月だよ、3ヶ月。3ヶ月。10月まで。9月の末までに。言っちゃったらやらんとあかんもんね。じゃあ、67キロね。67キロ。67だったら結構余裕じゃない？すごいよ、できたらマジすごいよ。わ、久々に。まあ確かに試合とかなかったら俺もやる気にならんな。4000万ぐらいくれるんだったらやるけど。どうやって20キロなんか落とすの？いやほんまに。でも落とすには落とせるよね。落とせるマジで。練習して、飯も制限すればいいけど。水抜きやりそうだよ、結局。いや、水抜きは見た目で分かるから。最初の最後に。すごいな。どんな感じ今？まあ全然変わってない。眉毛が男やねんな。なんか面白いエピソードとかないの？ちっちゃい時のこんなことするみたいなことしてきたとかさ。こんなことするやったらフルカーの方があるな。何？そういうのもそういうの期待する。暴露対決しよう。フルカーの方があるで全然。例えば下ネタ系やけど。でも佐々木もおお、かぶせてきた、かぶせてきました。え、俺なんかあったっけ。そういうさ、変な言葉、誰も小学校やのに何もさ、そういう言葉知らんのに吹き込んできて、みんなが佐々木のせいでそういう言葉を覚えた感じある。え、俺のせいや。そんなやつやった。下ネタの、小学生の下ネタみたいな。そうや、佐々木くんか、結局。でも別に、最近下ネタ言うって言われてもない。俺下ネタ基本言わんよ、今あんまり言わんの。子供の頃はあるかな。全然佐々木のままな気がしてきた。何も変わってないよ。ちょっと化粧したホスト。ホストですか？今は。今回つけまとかつけるんですか？つけまも買ってきました。ガチですね。なんかあんま変わらんかなと思って一応つけま。カツラでも変わるから。最近 YouTube の方はどうなんですか？撮ったりしてるんですか？撮ってます。へえ。佐々木くんも出演したらいいんじゃない？あっちのチャンネルに。あ、もう全然呼ばれたら行くで。呼ばへん。まあ、3人でやられてますよね。あ、3人です。あれどういう出会いなんですか？あれは、何やったっけな。高校の時に共通の友達がめっちゃ多くて、それで謎にご飯行って仲良くなって、そっから一緒に仕事するようになってみたいな感じ。お、なんかすごい色が急に、なんかちょっとイケメン風になってきた。外国人っぽくなってきたぞ。眉毛の色なくなるだけで全然違う。全然違う。大君ももうちょい、はい、眉毛整えたらイケメンになるかな。もういじったことないですよ。眉毛。ほんまに。いじったことないってすごくない？別に細いとも生えてこんし、まあいいからみたいな。生えてきてる。生えまくっとる。生えまくって太りまくって。あれやったら、佐々木くん、二人でさ、ASMR。ASMR。咀嚼音や。佐々木くんもあれなしでも咀嚼音すごいですから。くちゃくちゃだるから。いやな。言われる。閉じてくれやみたいな言っても、すぐなんかもう次の人がなったらくちゃ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 やるんですよ。なんかあるらしいですね。一番嫌われんで。特に刺身。いつも。いや、刺身で音鳴りますか？刺身のガムみたいに食べてくる。本当に。刺身どうやって音鳴るんか教えてほしい。なんか普段口が開いてるから。確かに開いてるかもしれない。まあ色は本当変わってきたわ。どうすか？いやもう。ちょっと見たい見たい。最後の楽しみを。ほっぺたなんか。あ、ピンクにしました。可愛い。可愛いですか？ちょっとね。マジで？でもやっぱひげがなんかちょっと青ひげっぽくなった。そうなんですよ。これ無理。ちょっともうちょい。え、でもそれはまたいいかもしれない。まあなんか本当のガチのなんかそういうワンピースでさ出てきたじゃん。三十が連れてかれた島の流れ。あ、川の。そう、川の。それっぽくなったのなんか今。今はこんな感じでございますから。佐々木くんこっち見て、はい、ウインクしてみて。どうすか？ちょっとだけ美化されてる感じ。ちょっとだけ、うん、今モデルとかやってるんですか？たまにやってます。でもメインは YouTube ですね。 YouTube も頑張ってるもんな。たまにしかあんま何更新せへんけど。でも今日さ、佐々木くんをそんだけ変えれたらすごいテクニックあるってことで、いろんな、そういう仕事したらいいんじゃない？もううん、でも変えられへんじゃん。変えられへん。身長メイク頑張ろう。でも本当にメイクのプロとかいますよね。メイクはもうプロやもんな。しょっちゅう出してるもん。自分の顔しかしてないからな。でも自分の顔でなんかもうすごい研究したってこと？
え、でも自分、私あんま、うん、自分のすっぴんと結構変わるけど、自分しかしてないから、あんま、なんか研究って言ってもみたいな感じなんで、うん、元がいいからめっちゃ今嫌な言い方なんですけど、嫌な女みたいになっちゃった。私上手いんじゃなくて顔可愛いのよ。違う違う。ヒゲ回しになりました。どうすか。うん、マシだね。マシになってきた。なんか本当に可愛くなってきたな。おぉミクさんがついに二人の顔が似てきた感じする。そう、似てきた。ちょっと似てきたかもしれん。似せて似せて。あ、自分の顔でやってるから自分の顔に似てくるのかもしれない。私がメイクしたら一緒の顔になるけど。ワンちゃんが兄弟でもおかしくないよね。なんかまあでもよく見たら似てるでしょ。似てない。ワンちゃん種族は一緒やな、多分。佐々木くん、さすがにその決勝は初めてでしょ。うん、初めてですね。うん、ちょっと遊びでやったことあるぐらい。え、なんて遊びでなの。ちょっと興味あってやってみて。でも全然できない。こうやって本格的にはマジで初めて。うんうん、あれしよう。顔おお、ガチのパフパフの。パフパフ何それ、初めて聞いたんだけど。見る、なんかメイク動画でよく見るやつや。そうそう、顔ちっちゃい。猫が喜ぶやつじゃん、これ。確かに、猫喜びそう。古川さんは自分のメイクにどれぐらいかかるんですか、時間は。え、でも自分あんま結構パパってやるときだったら15分とか30分。いや、まあ、元がいいからそれやってください。なんか化粧品とかは作らないですか。あ、作ってます。え、リップ。リップ作ってる。あ、なんか作ってる。リップってあの口塗るやつ。そうそう、口紅。へえー、え、それじゃあ今日持ってきてくれたんですか。一個だけ持ってきました。おー、じゃあそれ使おう、それ使おう。でも、なんかこっちの方が似合いそう。いやいやいや、これなんかコンビニで買ったやつやから。なんでコンビニで化粧。何にこだわってるんですか、リップは。ああ、あ、でも色がちょっと絶妙な感じにしました。あと、ちょっと大人っぽいみたいな。うん、で、今つけてるやつが。おー、あ、ちょっと赤いですね、結構。ちょっと大人っぽいっていうか。ちょっと目、上向いてて、目つぶって、あんとって。目つぶらんとって。あ、はい。中入れていいよ。あ、これが大人気やつか。これはね、なんかちょっと垂れ目にします。アイシャドウ。え、垂れ目になるの、すごい。脂肪吸引みたいなのはどうしようね。脂肪吸引。さすがにこの体格でいっても。これ無理。いける。これ、うん、韓国産のなんかこの読めてる。いや、なんか買っといけ、使えるかなと思って。前もって企画決まってたんだから、もっとダイエットする努力しろよ。こんな、いや、ちょっと頑張って。こんなのに頼って小顔にしようとしてんじゃない。痩せるって言って、佐々木って痩せれるタイプなんですか。どうですか、ミクルさん。いやー、でもね、うん、結構そういうの無理な方かも。朝練とかも来るって言って、もう2日連続ぐらいで続いたらいい方よ。意外に長続きしないよ。違うんですよ、編集とかしてたらなかなかいけないんですよ。編集なかったら毎日来てた。頭痛いとか休みでしょ、また。いや、生きてます。あのね、すぐマイッタするんですよ、この人。スパーリング中に。やることが多いんですよ、本当に。まあでも前回のサブチャンネルの企画ではクリアしてますから。こう、うん、あと5キロだっけ。まあ、体重はでもね、試合の時はちゃんと落としたから。そう、ちゃんとね、十何キロ落としたね。すごいな。古川さんも確か朝練1回しか来なかったね。ちょっとね、まあ、朝早いよ。メンタルやられた。うん、さすがにちょっと最初からきつすぎたから。めちゃめちゃきつかった。楽しかったけど、シャトルランちょっとつらかった。うん、辛そう。女の子はさ、あのシェイプアップよりも筋トレの方がいいのかもね。え、そうなんですかね。うん、なんか今まで運動せず生きてきた人間やから、あそこまでがっつりやったらうわーってなっちゃった。めっちゃ疲れました。ね、ケツトレとかさ。あ、確かにそういうのいいかもね。買おうよ。ピクピクしまくってるね。面白い顔。うおお。急に見たい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 。え、あとなんかやること。あ、リップは。リップまだ、リップもあるし、アイラインと、あとつけまか。つけま。もうちょい濃い方がいいですか。まだまだ。あ、もうちょい濃くてもいいもん、ね。いや、もっとマジでガチで言っていいで。ガチで言っていいでって。すごい、なんか涙袋ってすごいな。ね、変わりますよね。え、男にやるメイクとか。全然やら。やるわけないでしょ。初めて。うん。目つぶってで。どんだけ目ピクピクしてんねん。目つぶって。うん。あ、すげえ。すごい。すげえ、急に変わった。もうマジ気になる。目がでかくな見えるな。垂れ目、つり目、どっちがいい。え、どっちの方が。さっき垂れ目にしてたんじゃないの。そう、でもちょっと釣り目も。ミクさんの好きにしていいですか。うん、なんかあれ。ミクさんの好きにしていいですか。垂れ目でも釣り目でも。なんかね、あれに
宝塚にいそう、今。おお、めっちゃいいじゃないですか。きついな、でも結構近くで見るときついな。きつい。何笑ってんねん。おお、かわいい。なんか嘘に見えてきた。いやでも、こんな変わるんだってやっぱ思いますよ。変わってます。うん、女の人は卑怯ですね、やっぱ。確かに。男はね、スピンで戦ってるっていうのに。卑怯っていうか、なんかすごいなって思う。今まで出会った女の人で化粧して出会ってすっぴん見て、うおってなった人います？あ、それはありますね。あります。え、やっぱ普通にあんねや。まあ、でもそれはでも彼女とかではないよね。出会った人の中ではあるけど。あ、そんな変わるんだみたいな。で、女の子ってそういうの直接言われないじゃないですか。なんか、うん、全然違うやんみたいな言ってくる男の人ってあんまりいないじゃないですか。まあ、言いにくいよ。言っちゃう。あ、むずさん言っちゃうだよ。もう、初対面でも言う。でもなんかデリカシーがないっていう言い方じゃないよね。まあ、まあ、なんか俺が言うとなんかちょっと和らぐじゃん、毒舌も。確かに、あんまなんか超嫌な言い方しなさそう。うん、いや、変わるねーぐらい。嫌やなー、一番嫌やな。この顔の動画で配信されると思ったら面白いな。面白いね。なんかった、めちゃめちゃ奥豚やね。そうだね。つけま行こう、つけま。お、つけま。ついに一世を風靡したあの曲も存在するぐらいのね。つけまつける。つけまつける。つけまつける。あれ歌ってる歌手なんて名前か知ってる、佐々木くん。え、キャリーパン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 。彼ら全然言えないですよ、それ。え、だってキャリーパミパミ。え、言える？キャリーパミパミ。あ、すごい。すごい。吉田くんも言えなさそうなの。吉田くんもいいね。俺言えんね。吉田くん噛みまくるから。俺キャリーしか言えない。なんかさ、わからんと思うけどさ、少林サッカーに出てくるあの人に。いや、わからん、わからん。じゃ、少林サッカーにおんだけど。見たことあるけど。どの人、どの人。女の人だったかな、確か。女の人。女の人だね。調べて、Google で。女の子に近づいてきたってこと。そういうことだね。おほほ。コンタクト入れてほしかったな。いや、マジ、今からでも無理かな。無理だよ。他のとこが全部またびしょびしょになれば。そういうことか。特につけまなんかつけたらもう一巻の終わりよ。ね、攻撃してくるから、佐々木くんが。つけまなんかつけたこれってボンドなの？いや、瞬間接着剤みたいな。瞬間接着剤アロマロマ。つけまアロマロマつけてみたいや、これどんだけ変わるか。大丈夫。目開けて。わかりにくうつけま。ちょっとわかるわ。あ、ちょっとわかるわ。ちょっと分かる。横から見るとめっちゃわかるよ。あ、でも二枚重ねってなんかギャルですよ、ギャル。ギャルで。なんかジムにめちゃめちゃでかいマグロが届いたらしいから、とりあえず買った。マジで。めちゃめちゃ食いたいよ。めちゃめちゃ食いたいよ。あ、二重作ろう。あいつしよう。ちょっと僕たちじゃ取りに行きましょうか、今。あ、いい。はぁ、うわ、見たいな。まだ見に行く方がいい。うん、オーケーオーケー。このチャンネルの男のりやん、うん、男の人が好きな感じやから、女には分からへん。その、もんなにを求められてんのか。あ、そっか、うん、男の人ばっか見てんの。男9割え、すごい。いいか、女8割もう真逆やな、うん、むずいわ、男の人。変わる？やっぱりその女の子と男やったら。女はさ、多分ちょっと気にしてるからさ、うん、舞台にしてたりとかさ、多分メイク普段からしてるからちょっとつきやすい、しやすい顔してるかも。全然女に見えへん。男やもんな。佐々木って何してるの？ YouTube の編集と、うん、あと動画出たりとか撮ったりとか撮影とか、うん、もう YouTube だけばっかりばっかりやな。たまに練習行ったりとか、うん、え、何してる？逆に今何もしてない。YouTube やったりみたいな。うん、じゃあ一緒か。 YouTube なんか一人の個人チャンネルはさ、うん、あ、なんかご飯今日何々食べたいな、あ、じゃあそれ食べる動画撮ろうみたいな感じ。あ、そんな感じ。ゆるゆるゆるよね。めっちゃゆる。俺もたまに見てんね。でも超私生活やんな、うん、見てるけどなんかお母さんの目で見てる俺なんか。確かに。あ、なんか、あ、頑張ってんなみたいな。頑張ってんな、うん、なんかそういう目でなってる。確かに、そうなるよな。佐々木のさ、このチャンネルって何、うん、女の子が見るっていうかさ、男やねん、うん、なんていうか、佐々木がそんなんやってること最初まで佐々木くんって誰みたいな感じだった。全然知らなかった。そう、みくりさんから DM 来た時、女の子全然見んもんな。結
張した感がすごい今。肌とか気持ち悪いよね。なんかすごい仮面をかぶってるような。あ、ちゃんと落とした方がいいと思う。あ、そう。え、どのくらいメイクしたの？でも。え、でも1日って言われるけど、お風呂とか入ったら終わる。だけど綺麗に撮らないとあんま肌見よくない。せっかくやからいっぱい撮っとくもんね。カメちゃんとか。需要ないやろ。じゃあ佐々木の女装見たくてチャンネル見てる人おらんやん。まあまあネタに困ったらあげてるからカメちゃんとか。カメちゃんで何するの？いや本当もうゲームしたり、なんかにらめっこしたりとか。にらめっこするサブちゃんめっちゃいいやん。なんか本当ゆるいね。めちゃめちゃゆるゆる。おいっす。どうですか。え、もうちょい濃い方がいいですかね。変わった。まあ俺まだ見てないから。まだもうちょい行った方がいいですか。苦笑いやろ。ひどくなってない。いさっきよりひどくなってない。嘘、さっきの方が可愛かったですか。なんかすごいお姉感すごくなったよ。お姉感、まあ、髪の毛とかが。え、一回行っていいですか。髪の毛。じゃ髪の毛。え、これも完成形。一応完成なんですけど、もうちょいなんか待ち伏せつはできる。あ, あ, あんま、あの、納得はしてない。かぶっていいですか、一回。それ入るの、それ頭入るから。あ、佐々木くん結構頭でかいから、これそうビリって破れるかもしれない。上からこう、うん、あ、入った入った入った。いや、いけますよ。顔でかいなぁ。いや、だから似てるぞ、なんか顔が似てます。あ、一緒に手がメイクしたら似るんかな。似てる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 。耳耳隠しちゃダメなんじゃない。耳出して、耳出して。そうか、水泳の選手になった。あ、それにしたんよ、カツラも。お、すげえ。これもお願いしたんよ。そう、カツラも買って。これ入らんかもしれんね、最悪。あ、大丈夫だと思う。それ伸びるの？うん、でもで結構でかいですよ。これ入らん。しかもめっちゃリアル。えぐい。えぐい。じゃあ、お願いします。あ、はい、完全に来とるやん。よいしょ。すげえ。顔でかいな。それなんかその噛みつけるとよりでかいな。お化けみたいな。古川さんの顔の小ささがより目立つ。隣に並んでもらっていいですか。一回隣に並んでもらっていい。全然だもん、ね、でかそんなでかいですか。強烈やん。威圧感半端ない。え、ちょっと可愛い、うん、ちょっと可愛い、うん、全然全然可愛い。マジですか。顔は確かにでかいけど。ここが男すぎんねん。あ、まあ、一回服着てみようか。これでだいぶいいと思うよ。これ以上施しようがない。だけど、すごいこの辺で目細めたら女。こんな感じでしょ。うん、うん、いるよ、こういう人。あ、いる。可愛くはないかもしれんけど、おる。いますよね。うん、いますよね、うん、でも、確かに女の子っぽくなるのこれ、着るとマジで強そう。強い。ビッグモム海賊団におる、これ。シャーロと佐々木。シャーロと佐々木どうですか。一、うん、人でいたら大丈夫なんですよ、はい、この画角に。大丈夫、一人だったら大丈夫なんですよ。だけど隣に来てもらっていいですか。いかついんですよ。めちゃめちゃでかいんですよ、これ。これマジでこんなでかく、マジででかいな。こういうなんか可愛い子に男がナンパしますよね、はい、でこの子はまんざらでもなそうで行きたいのに、うん、こういう人がちょっとやめてっていうタイプ。邪魔してくるタイプ。あ、いやこっちからしたらお前じゃないよっていうところで邪魔して正義感出してくる、なんか守っていくタイプ。そういうタイプの。あー、わかるわかるわかる。嫌って言ってるやん。めっちゃいいキャラじゃないですか、でも。はい、ということで、はい、どのぐらい経ちました。1時間、2時間ぐらいかかってるよ。そう、2時間ぐらい経ちましたもん。1時間ぐらいですね。結構メイクしてたんや。早い。すごい変わりようではありますけれども。そうですね、はい、マジで、いかつい。ああまだ見てないですよ、自分の完成を。佐々木君本人まだ見てないわけ。あ、そっかそっか。でも普段ですらさ、ガタイのに、うん、なんか女性になったことによってよりガタイが良くなるっていう、うん、すごいね、威圧感よこれ。真ん中の優香さんがなんか小学生みたい。小学生みたい。確かにでっかく見えるな。ほんといかつい。これもちょっと入れてみたんですけど、おっぱい、はいはい、背中とかもうね、広すぎて、うん、あ、チャックファスナーみたいな閉じてないですか。チャックちょっと一回、そう、後ろ見せてもらっていい？どうこの広さ。どうすかね。大変よぐらい広い。いやでももう、まあ、すごいですね、この変わりようは。ほんまに。まだ、いけます？まだ今日4範囲ですか。いや、ギリ。いや、俺は無理です。無理ですか。え、でも俺思ったより可愛くなったと思う。いや、なったけど、それ無理でしょ、その迫られて。迫られて無理よ、そりゃ、はい。やるか死ぬかやったら。やるか死ぬか、はい。いや、どっちかっすよ、どっちか。死ぬ。
あ、じゃあ、そんなに男って譲れないもんありますから。あ、そういう、そんな命も、そんな人生だったらまあ死ぬんですよ。あ、死ぬのは別に怖くないですから。あ、いつも言ってますね、それこれ恐怖よ、こっちは恐怖ですから、俺ちょっと見たいんですよね。どのぐらい変わったのか、果たして。せーの。おお、え、めっちゃ可愛くないですか、でも。うん、かわいいっちゃかわいい。いかついんだって、全体で見ると。その、顔だけで言ったら、顔だけで言ったらいけるかもしれない。あ、顔だけで言ったらいけます。だけど、他のものがいかつい。体が、あ、ごっつ。ごっつ。マジでいかついよ。自分見てどうですか？かわいい。めちゃめちゃ、あ、かわいい。これさ、すごい思ったんだけど、うん、この服装に対して、佐々木どういう靴履いていくわけ？あ、確かに。これスニーカー、スニーカー、まさかのクロックスじゃないよね。クロックスかな。やばい人やん。いやでも、でもこんなに変わったのはすごい。こんなに変えてくれる、こんなに変えてくれる。ちょっと目覚めてない、なんか目覚めてる。嬉しい。さすが目覚めてるか、完全に。なんかもう髪とか触り出したね、先に。こんなに変わるもんなんですね。こんなに変わるんやっていう。え、ちなみに古川さんはすっぴんとか出したことあるんですか？すっぴんで動画撮ったりしてます。しょっちゅう出してる。で、私は変わらないと。変わりますけど。すごいっすね。元がいいからね。元がね。でもやってるメイク一緒やから、ちょっと似てますよね。ね、似てる。顔似てる。なんかまあ、今日、兄貴が女装してるって感じ。なんか兄貴とはね。女装ではあるね。いや、でも嬉しい、ほんまに。嬉しい。うん。嬉しい。キャバ嬢みたいな。大阪の、大阪のキャバ嬢みたいな。嬉しい。プレゼントもらった人。ほんまに。新しい自分にって感じ。え、佐々木くんマジでさ、今度から普通に撮影できた時にその格好出るのやめて。その時間に自然にさ、時間かかるっていう。大丈夫大丈夫。自分でし始めたりして。それは大丈夫です。いや、自分でここまではできないですよ。こんだけね、完全体になったわけですから、はい、朝倉海のところに突しましょうよ。行きますか、じゃあ。うん、あなたのこと愛してますって。あれ？あ、あれ？聞いたことあるそのパターンで、これで。そのパターンで。はい、コラボレーションしましょう。コラボレーションしましょう。じゃあ、ここから佐々木くんのあれですね、腕にかかってます。そうですね。あの、ベッドでコラボレーションしましょう。頑張ります。じゃあ、ありがとうございました、今日は。ありがとうございました。かわいいですか、このパフォーメント。だから、かわいいっちゃかわいいんだけど、かわいいっちゃかわいい。でかいんだよ、だから。かいさん。何これ。このコラボレーションお願いします。メントスコーラ。メントスコーラお願いします。近い近い。どうですか。え、すごいじゃん、何それ。え、クオリティ高くない、これ何、何これ、どういう企画なの。トツ。トツです。すごいね、でも。もうちょっと痩せないといけないんだよ。そう、そうなんですよ。え、でも今回、どう。え、ちょっと可愛い。最初わからなかった。可愛いっすよ。いや、わかりますよ。え、でも、痩せたら可愛いタイプの、なんか、感じ。痩せたら可愛い。あ、お似合いだな。お似合いとか言ってた。失礼だ。これ、いけるぞ。すごいね。いいっすよね。体型とか仕上げて欲しかったな、ヒールとか履いて欲しかったな。この前クロックスは良いわ。さすがにキモいな。でもおー、なんかね、おかまみたいな感じですね。そうだね。でも痩せればいける。痩せればいけるってどういうこと。いけるかいけないか。いけないけど、痩せたら多分可愛い感じになると思う。やってほしいね、一回その本気で痩せて。あ、今回ね、ちょうどその話してて20キロ痩せるみたいなんで。あ、9月末まで。そうなんですよ。それでやってほしかったかな、でも。ちょっとでかくも90キロ近いですかね。でかい。すごいね、でもめっちゃクオリティ高いね。おかしいです、今までの口紅とちょっと違うでしょ。これ実は、古川優香ちゃんっているじゃないですか。はいはいはい。あの子にメイクしてもらってるんですよ。あ、あの、同級生。そうです、そうです。だからこんだけクオリティ高いんですよね。え、佐々木くん最後になんかしたいことあるんじゃなかったっけ。何したいこと。何しよう、いっぱいある。一回後ろ向いてもらった方がいいかもしれない、会に。想像がつくんだけど。今日はスペシャルゲストが来てくれました。ちょっと自己紹介よろしくお願いします。どうも、ごきげんよう。違う。笑っていいの。笑いはよくあるんだ。一回準備してみます。俺も YouTube チャンネルやってるんだけど、時の朝倉みくりにどうしても会えなくて今日お邪魔しました。よろしく、どうぞ。 YouTube チャンネルの方でなんか僕とちょっと戦ってみたいみたいなのを聞いて、コラボのオファーを僕らが出して、はい、もう今日引き受けてくれたんで、この後スパーリングの方でしていくんですけど、ちょっとその前に対談をしたいなと。